ジェンギズ・ウンデルは、トルコ・マルマラ地方、バルケスイル県出身のサッカー選手、トルコ代表。オリンピックマルセイ優所属。ポジションは MF。2014年から、トルコのアルトゥナルド FK でキャリアをスタートさせ、2016年に、イスタンブール・バシャク・シェヒル FK に移籍した。2017年7月16日、エース・ローマと2022年6月30日までの、 契約を結んだ遺跡金は1340万ユーロ。2017年8月26日のインテル戦でセリエデビュー。2018年2月4日のエラスベローナ戦で決勝点となる遺跡後初ゴールを挙げると、続く11日のベネベント戦では2ゴール1アシストを挙げ、17日のウディネーゼ戦でも先制ゴールを決めて3試合連続ゴールを記録した。また、 21日のシャフタール戦に先発してチャンピオンズリーグデビューを果たすと勢いそのままに前半41分に CL 初得点を決めた。2020年9月20日、レスターシティ FC に買い取りオプション付きのレンタルで移籍した。2021年7月4日、オリンピックマルセイユに買い取りオプション付きのレンタルで移籍した。トルコ代表として各世代別代表でプレーし、 2016年11月12日、コソボ代表戦で A 代表デビューを果たした。2017年3月17日、モルドバ代表戦で初得点を記録した。ありがとうございます。